よし、よしよしよし、できた。こんばんは、京都ゆりなです。イエーイ。はーい、というわけでちょっとねタブレットの調子が悪すぎて、なんかですね、タブレットがねバグりまして、そう前も一回あったんですけど、これね今日充電ずっとしててパッて見たら 64% あったんですよ。でそれで、あ 64% あると思って一回つなげて、つながらなくて Wi-Fi 切って入れ直したら配信できたんですよ。よしできたって言ったらプチッって電源が落ちちゃって、そうでえっってなるじゃん。で電源スイッチさ長押ししたらさ、なんかで充電がありませんってなって、そう充電がありませんってなってえっってなるじゃん。でまあとりあえず充電さすじゃん。そしたら15% ぐらいですってなって、はみたいな。それでそっからちょっとねパスワード入れてもう一回つなぎ直してたんで、ちょっとね時間がねそう急にバグっちゃってね、すいませんね。ちょっとねなんかダメでしたねマジ。でもバッテリーがやばいって思うじゃん。私これねわざわざねあれ出してるんですよ、あの本当にバッテリーとかなんかこのタブレットがもうダメなのかっていう検査、前も言ったんですけど検査ね出してるんですよ。そうちょうど私がねあの仕事で忙しくて、でお母さんがそう来てくれた時にママがそのタブレットのとこに電話してくれて、なんかこうこうこうでみたいな、こうなんですけどみたいな感じでいろいろ聞いてくれて、んでお店も予約して、なんかまあ実際見てもらわないとみたいな言われて、実際持って行って予約したお店持って行って、そしたらまだ大丈夫ですって言われたの。えみたいな。で大丈夫って言われて、ママがなんかあと 1,2 年は使えるよって言って言われたって言われたから、あそうなんってなって、なんでなんやろってなっててんけど、まあでもねお店のこう売っとる人がねあと 1,2 年も使えるからって言って、結局バッテリーも変えずにそのまましたんですけどね。たまにバグりますね。なんかわからん、それかショールームがあれなのかもしれない。そうやってなるのショールームしかならないんですよ。なんか急にバッテリーがポンって、バッテリーっていうかなんか電源が落ちたりとかするのが、なんかもしかしたらちょっと相性が良くないのかなショールームとの、何でかわかんないんですけど、そうなんかもう古くなってきたからそこにちょっと耐えられなくなってきてるのかもしれない。まあこの人もももうね結構働いてるんで5年ぐらい働いてるから、もしかしたらちょっとねしんどくなってきていらっしゃって、こうショールームってさ充電もさ、あの何電波もすごく食うから、そうもしかしたらそういうのもちょっとあるのかもしれない。これが結構古くなってきて、そう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 っていうのもねもしかしたらねちょっとあるのかもしれない、うんって感じですね。今劇場公演やってますね。私さっきたまたまねあの DM ねちょっとだけ見たらね、ちょうどね全ては途中経過だったよ。あ今ひび割れた鏡になってる、ひび割れた鏡になってる。 iPad です、 iPad 普通のやつ。今日はね下尾が出てます、私じゃないんです。そう、出たいですね。まあでも出るんですけどね出るんですけど、また出たいですね。
生誕来ると思った、生誕来ると思ったって何何の生誕だろう。どこ歌いようか全然音楽聴いてないからわからん。映像今映像しか見てないからさ。あ、私のこの顔はだ、この振りでしか推測しんからどこだろうって今思った見ながら。そう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 、まあね、基本的ね交代交代で下音出てます。なんか下音が出れない順番的に下音私下音私下音私ってなってて、順番的にあのそのこないだみたいに下音が波動があってサムネイル出れないってなった時は私があの2連続で出たんですけど、基本的にねあの2人ともシャッフルで出てます。そう、基本的にはそのなんか変場がないように交代交代に出してくれてますね。うんうん、ねえねえ次出るのは私かな。そうそう、一緒も見たいよね。ねえ分かる、うちもね下尾にね下尾と一緒に出たいんだよねって言った。でもどっちかが違うポジションを覚えれば一緒に出れますよ。今のポジション、私たちの当て込まれたポジションが一緒だから、どっちかが違うポジションを覚えれば同時に出ることはできます。でもなんか下尾がね新ポジを覚えたいなって言ってたん。そうだからもしかしたらいつか私と下尾が同時に出れる日もあるかもしれない。そう、そうそうそう、まあ、分かんないですけどね。でそう下尾が言ってくれてたから、そうそうそう、まあ違うユニットがねできるんで、違うポジションを覚えれば。じゃあゆりなちゃんも新ポジ、そしたら意味がなくなってくるやんそしたら意味が変わってくるやんまたそしたらより一層多分合わんくなってくるよそう、ゆりなちゃんは星とユニットとかない、あやりたいユニットとかないのって。ゆりなちゃん今んとこないない。いや、やりたいなと思うものはたくさんあるんですよ。あるんだけど、そうですね、多分ね追いつかないなって思う。あのちょっと練習するのがまた大変になっちゃうので、そう練習するのが大変になっちゃうんだよ。私はとりあえず今のポジション極めていきたいなって思ってるから、もうちょっとなんか例えば歌とかまあ、ダンスはあれなんだけど、歌とかにこう余裕がこう持ってこれてるようになってこれば違うユニットもやりたいなっていうふうに思うんだけど、まあとりあえず私は今の自分のポジションをもう少し極めていこうかなっていうふうに思ってます。ポジション変わるとね、この歌の練習だったりダンスだったりがなかなかね大変だし、私覚えるの本当遅いんですよ。そう覚えるのすごい遅いんで、ちょっとね無理。でも下尾がね違うポジション覚えたいなって思って、なんか下尾がやりたいユニットがあるらしくて、それでなんか違うポジション覚えたいなって言ってて、そう。でも下尾はねマジでダンス覚えるのほんと早いからな、羨ましい。上手いしねダンスね、歌も上手いし。そうだからね、まあ、もしかしたらいつかあるかもね、わかんないけど。でもすごいバケットも似合いそうって誰かに言われた、誰に言われたんだっけな忘れちゃった、キャラさんかなに、バケットとか似合いそうだなって思いますね。ただむずいんだよな、もはや難しくない曲はないのだが個人的に、個人的に私何も何を覚えるにしても遅いから
そう、まあ歌もむずいしね、今回の結構ユニット曲。コイントスか。コイントスはめっちゃ難しい。だってコイントスってさ、まあ、ユーリさんが歌ってるんだけどさ、コイントスさ、ユーリさんが歌ってる歌聞いてさ、え、マジで完璧だと思うじゃん、超いいなと思うけど、でもなんかユーリさんにもやっぱり合う合わないキーっていうのがあって、ユーリさんって結構キーが高いじゃないですか。で結構キンキンに歌うのが好きってユーリさん自分で言ってて、高い声でこう歌うのが好きって言ってて、だから低いっていうよりか高い方が得意らしくて、 A メロが低いじゃないですか、だからちょっとそれが難しいって言ってて、あんな完璧なのにあれで満足してないんだと思ったら、もうね歌えないよコイントスなんて私絶対歌えないよって思っちゃう。そうで次がなんだっけ、コイントスの次が全ては途中経過か。そう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 、すべて時中継が今やってる。で次が過ち、過ちはねハモってるからね、ずっと基本的に。あと A メロがめちゃくちゃ低い、私あのキー安定しないからね難しいんですよね、めっちゃ低いの A メロのキー、なんだっけな出てこないけどさ。そう、うちでしょ、うちねその今回サムネイル公演やるにあたって初めて過ちっていう歌を知ったの、その公演の資料見て、この歌なんだと思って初めてそこで知ったんだけど、低いのよキーが出なくて、あのキー。そうで、でなるがサビが低い方で、とメグさんが高い方を歌ってるんですけど、あのそう、ダダダダバーか、あの頃に戻りなさいか、高い方が。でも私多分ねあんまりね相性良くないんだよね、うちの声質に合ってないの過ち。そうで低い方はどダバーか、あの頃に戻りなさいかな、あの頃に戻りなさい、うん、ちょっとね声質に、ね、合ってなくて、私の多分ね若干ね、もしかしたらねこうなんだろう、組み合わせにもよるかもしれないけど、なるのねなんかせっかくの歌声をねちょっと邪魔しそうだなって思うの、相性があんまり。なんかなるとペアリングで歌う曲とかラブトリップとか、ああいう高いキーだとね相性別に悪くないんだけど、なんか低い過ちとかってなるとあんまり相性良くないかな、私の声的に歌があんまり合ってないと思う。もうちょっと落ち着いた透明感のある声の人が似合うかな。そう、あとねあそこめっちゃ高いの、過ち、過ちなってとこ、あそこめっちゃ高くない、どこだっけ、合ってんのかな歌詞。そう、あの落ちてるところ、あそこめっちゃ高いの、めっちゃ高いの、とっこって思った最初聞いた時。そう、お互いに嘘をつきましょう。でもな、私な過ちのあのあれ好き、なんだっけ、 A メロとかのなんかそーん、なんだっけ出てこないメロが、開けるさけじゃないだろうみたいな、なんだっけメロ出てこないんだけど、みたいなとこあるじゃないですか、開けるそんなに急いで開ける酒じゃないだろう、うーんみたいなあるじゃん、ちょっとメロ出てこないんだかな、申し訳ないんだけど、そこのうーんのとこがめっちゃ好きなの。あー、わかるかな、ちょっと私がねちゃんと歌えばねわかるんだけど、そのうーんのとこなるが歌ってんだけど、そのうーんのとこがいいのよ。え、よくない私だけかな、私は個人的にあそこめっちゃ好きなの、よくない、なんかね
ちょっと変わってるよね。そう、あれ好き。で、一生ハモってくださいっていうのがね、きついよね。そう、と連れて行かれそう。それで過ちね、歌ってみたいよね。分かり合える痛み。なんかでも過ちはずっと続けて歌ってるっていうイメージがある。歌詞がねあんまり出てこないんだけどね。他の人のなずなんか結構さ切れるっていうかずっとこうさ続いてる歌ってるって感じしない？歌的にそう、なんかあの低い感じのこうこういうなんかこうこういう感じの、あ伝わらないんだがな、こういう感じの ああいう感じすごい好き。分かる。なんかこうちょっと伸びてのーんって感じ、のーんって感じ、あれめっちゃいいよね。いいよね、わかる。あの感じめっちゃ好きで、過ちひび割れた鏡か、ひび割れた鏡ね、ひび割れた鏡ね、いいよね。私やってるわ今ひび割れたその鏡同じようにって言って、でもひび割れた鏡はリズムがとっても難しい。タラララランタラララランタラララランやから。しかもでももう言葉が多い。ひび割れたその鏡同じようにって、わかる。結構ね早口言葉みたいで自分めっちゃ思うの。噛んだら戻ってこれないだから。そう結構早いじゃん。ひび割れたその鏡同じようにだから難しいね、意外にキーが高いの、ひび割れた鏡って。ひび割れたその鏡同じように覗いても、ここが高い。ひざひざと走ってる悲しみが邪魔をしてるか、そこが高いんだよね。そう、あとはひび割れたその鏡同じように覗いても、あの落ちてるとこだね。落ちてるからさ歌しか聞こえないから、あそこめっちゃ難しいの。私裏声出ないからね。そうなんかあそこはね本当は裏声でいい感じに歌いたいのだが、しかし裏声が出ないんだよな私。そうひび割れたその鏡同じように覗いても、あとなんだろう、あでも私ひび割れた鏡は一番あそこが好き。どこかって言ったら、私 B メロなのかな、あれ。なんかさひび割れた鏡って AB めっちゃ短いじゃん、すぐサビだからさ。ゆうりさんが歌ってるとこめっちゃ好き。なんだっけ歌詞、優しい言葉はずっと覚えてる、時がどれだけ過ぎても、なんだっけ、なあ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 なぬもり思い出せないのはか、どうしてでしょうか、ああってとこがめっちゃ好きなの。このああがめっちゃ好きなの。よくない、私あそこのあの2番もそうだけど、あそこのあの人のね歌割りが一番好きなの。そうでゆりさんが歌ってんじゃん、1サビの前めっちゃいいよね、合ってる。めっちゃゆりさんにあのあーがあーがめっちゃねゆりさん合っててめっちゃ好きなの、うちあそこのあーが。そうあそこの歌割り大好き。そうそう
ね、2番は何なんだろうね。2番って歌詞何なんだろう。ないだ私のこの顔はかどう映っているのか、このあーがいいんだよね。一番大好き、ここのひび割れた鏡で一番私が大好きな歌割りはこのあー担当です。一番いいこの歌割り、一番好き、そうが好きですね、個人的に。あーが。みんなはどこなんだろう。そう一番好きっすね。で次がバケットか。バケットはね、バケットの時私一生懸命着替えてるからあんまり聞いてないんだよな歌を。そうバケットバケットバケット思い出すよヒロ、なんだっけ、ちょっとねバケットあんまりわかんないんだよな歌。なんとかシャンとかフランスパンしか知らん。ちょっと今バッと出てこないんだけど、こんなやつでね、こんなやつでね、今あるすべてみたいな、何にもなくたって美味しいいいみたいな、なあなんとかしゃん君がいるだけでみたいな、なんたた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 たみたいな。やばい、一番ふわりがわからんこれで。バケットで終わりか。そうね、そうそんな感じだぜ。やそう、ね、次が何なんだろう。あれかあれだ、なんだっけ、誰がだ私を泣かせた。私ね、誰が私を泣かせたわね、2番の方が好き。誰が私を叱っての方、頬を殴ってほしい、何も信じられなくて閉ざしたが好き。一番誰が私を頬を、じゃあどんな言葉だっていいんだ。2番の方が好きやね私は。今ちょうど公演も2番。本当？あ、本当だ。どこへだ。一人が終わっちゃった。血のたわり。一人一人一人いつだって一人。このマジでここがむずいんだよね。むずいの。いや意外にね、このね、誰が私を泣かせたね、めっちゃむずいのさ。A メロ低すぎん歌。そうだってさ、低いのさ、めっちゃうちもうさ、おーってなってるからね喉。あと私ね、低い声はね同調しちゃってね目立たないんだよな結構。そうあの時計の針と厚やな重なって逃げてくの、あとね歌あのリズムだよね。真夜中過ぎたってネオンが消えないでってって不夜城ロボボンギーやからね、めっちゃ低いイーってなってるから。そう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 。でもさ、一人とかは割と高いの。どこへとかね、行けばいいのかも高いじゃん。ここ歌ってないけどうちは。そう結構ね、落差が結構激しい歌だよねこの歌もって個人的にめっちゃ思う。 A メロ低いし、でもなんかそっからの途中は高いじゃん。そう愛を外差し出すのは獲物狙う者たち、この辺も高いかね。そう
そう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 、だからねここはねめっちゃね低いとか高いとかがね難しいね、織り交ざっとりますなって感じ。でも一番むずいのはあのあれよ、あの花は花は日差し浴びてだっけだ自然に生きるだけ、そう時代はなんだっけ、なんだっけ、あの日の自分か、あのこの歌が死ぬほど一番難しい、高い、とりあえず高い。あとあのねやっぱねリズムがとっても難しそうって思う、これ自分もそうだけど他の人の聞いててもやっぱりね一番むずい。あのね私あそこの歌割りの人大変そうって思った、あのね一番最後のさ、人は誰も黙ってるけれど土に根を張ってねね、何を戦わ、じゃあ何だっけ歌詞わかんない、ただなんちゃらかんちゃらなぬとそこにいるの人、歌詞出てこない、ただうちのおたわりの次の人なんだよね、出てこないわ歌詞が。 あそこのキーの人めっちゃ高いって思った、なんだっけ、ただそこにいる、1あの出てこない1ミリだっての前の歌わりの人、あなんだっけ歌詞出てこない、でもあそこのキーの人がいっちゃん高いんじゃねって私は思った個人的にね、っていうぐらいなんか高そうって思った、歌詞出てこないんだけどね、そう。でもそんなん言ったらオープニングもね結構低いよ、だってさ青草も結構低くない、ある日気づいた現実は僕は若くないってことじゃん、うち低い声だとほんと聞こえないんだよね自分の声、自分の声も聞こえないけどオンデマ乗ってるのも聞いてもあんまり聞こえないね、やっぱり歌ってんだよちゃんと、いや結構な感じでだけどね、やっぱ低いとねなんか同調しちゃうらしくて私の声、そうなの結構ね青草ね、でも私は青草はやっぱあそこが一番いいんじゃない、勝てねえ金ねえさいな夢もねえねえねえで諦めて後悔ねえか、まだまだまだもっとやれんじゃね、ドゥワンツースリーフォーってやってるとこがいっちゃん好きよね、楽しいわあそこ、そうあそこめっちゃ楽しい、ただめっちゃ息つらいけどね、めっちゃ息つらい、待ってて、勝てねえ勝てねえさんの夢もねえねえで諦めて後悔ねえか、まだまだまだもっとやれんじゃねぐらいまで一息で言ってるからね、そうでもあそこのが青草で一番好き、あーめっちゃ楽しいあっこあっこねめっちゃ楽しいよ、あそこいっちゃん好きかも青草で、そう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 、あそこが一番好きかな、でもそこ歌えてるから嬉しいよね、楽しいわ本当に、そうで青草、あ月中か、最初月中、月中か、月中ね、私ねいつもやるポジションね月中、今までそのサムネイルなる前までさゲッチューのポジションあそこだったんだよね、あの少人数でやってた時、中四国とかでやってた時さ、なるのポジションだったの、ワンチャンスワンチャンス叶わない、ワンチャンスワンチャンス夢でもって歌ってる人だったの、いや今回そうだからそのもう一個後ろだったか初めてだったわ、そうゲッチューゲッチューこの感想のゲッチュー息苦しいのだじゃまじゃ、あと最後のじゃ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 んっていうのも好き、そう
いつかユリナのプロデュース公演現実してほしいけど、プリプリな曲多くなりそう。ああ、逆だと思う。私はあんまりプリプリな曲は逆にやらなさそうかも。あんま入らないかもしんないね、逆にね。うん、大人っぽいのかかっこいいのが多くなるかな。多分あんまりそこまでめっちゃ可愛らしい曲って少ないと思う。多分2曲とかぐらいとかになりそうじゃない。あんましなさそう、もし自分がやるとしたらね。そう、あんまやんないかも。なんだろう、なんか、いや、ユニットの話私ユニットじゃなくて全体曲の話してたんだけど、あのね、ダンス的にはね、私は絶対ね、可愛らしいものよりね、大人っぽい方がね合ってるんですよって。だから多分入れるとしたらそういうのが多くなりそう。あとやるメンバーにもよるよね。その年上のさ、お姉さんでやるんだったらそうするけど、なんか若い子多いんだったらそりゃ可愛い曲にする。だって若い子に大人っぽい曲やらせてもね、だってそ絶対可愛い曲の方が見たいじゃん。っていうか絶対合ってるし、そっちの方がってなるじゃないですか。だからやるメンバーにもよるかもね、そこの辺は。どの年齢のメンバーってか、どのタイプのメンバーとやるかにもよりけりだと思う。そう、でもさ、あんまり分かんないんだよな、セトリとか。うち究極に偏ってるからさ、何がいいとかあんま分かんないんだよね。ただ私の何も考えず好きなものを詰め込みなさいって言われたら、まあそれはできるけど、なんだろうな、なんかこうストーリー性というか流れの作り方とかっていうのを考えてってなるとちょっとむずいよね。そう、その辺を考えないんだったら、いやもうやりたい曲やればいいじゃんってなるけど、考えてやるのであれば難しいよねっていう話です。メーカー湯、てんてんてん、たー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 、ちゃーてる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 、たー、まあでもなんだろう、わかんない考えたことないな。そう、サムネイル声ももう終わりじゃないでしょうかね。あ、ラブトリやってるわ今。ラブトリー、いやでもラブトリーは私あそこ言えるから嬉しい。 I wanna say って言えてるからいいよね。そう、まあ、フルだからさ、みんなさ、そこの号令っていうの、掛け声っていうんですか、まあさ、みんなやるんだけどさ、道サビ内で入る、かゆめ入るじゃん、いいよね。
ラブトリはね尺めっちゃ長いの、5分何秒とかあんの。恋は消えずに心が蓋をするもののこの歌詞が切なくて、ああいいね、確かに確かに。あの一番最後のやつだね。そうね、感想が長いですね。だっていつさ、ラララトゥ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 そのね、多分合間埋めがね長いだと思うの。まあハーフだとないからね、それが。そうだからね、どの曲よりも一番長いラブトリが、そうめっちゃ長いよね、あそこね。だってユーリーさんだってこれ3回やってるからねうち2回だけど。ね、そうだよね、思う。ラブトリの前ってなんだっけ。ラブトリ好き。おお。ラブトリの前って何、誰がツーマックスと。ラブトリップなんだ、忘れちゃった。翼いらないの時ナルトイチャイチしてるの好きあーでも最近そんなしてなくないか。そうね、最近そんなしてないと思うけど、どっちかっていうとラブトリの頭の方がじゃない。だってさ、チャン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 やからさ、めっちゃ近いのよ、こう近くない？なんか真ん中で見てる人はわかると思うんだけど、めっちゃ近いよ、うちとなるそう多分ね、下音なるも近いと思う。そう、そうそう、あーチューしようとしてたように見えたじゃん、あそこね正面から映してほしかったな。そうなんか生誕の時はねこっちのカメラだったから私がこう抜かれてたんだけど、あれはね正面からの方が絶対良かった。そう正面からの方が良かったよ絶対。最初ねこうやってやってる時にね、そうこうやってやった時にいつもニコニコしてんだけど、そう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 、なるがチューってしてくれたからうちもチューって司会したのよ。そうそう、だからねあれはね絶対こっちじゃなくて、うん、こうなってるからこうね、見てほしかった。あ、なんか見てる人は分かったかも、でもオンデマだけの人だとねちょっと分かんなかったかもしんない。そう、あ VR だとバッチリ見える。いやそれな、マジで本当に VR で見たらいいわ。うん、そうしてくれ。
オルガン坂のメイク良かったよ。だってありがとう、嬉しい。そうなんかね、深層心理はね、まあ、VR 見てくれなるが先にしてくれて、そうたんだよ。めっちゃ可愛かったなるオタクそう、なんかね結構サムネイル公演割とね、そのフリーなところも多いじゃん。それこそ翼はいらないとか結構フリーが多くてさ、あとは君メロもそうだけど結構フリーが多いからさ、わちゃわちゃしてる、やっぱりさわちゃわちゃしてるの見るのってやっぱ好きじゃないですか。いや私もね普通に好きなの、メンバー同士が仲良さの層にしてるの見るのすごい好きだから、あのわちゃわちゃしてるのがやっぱ多いのは翼と、やっぱ君メロがフリーがどうしても多いから、そうそうそう、そこの2つはね結構自由なんですよ。決まりとかなくて自由だから、そう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 、あのわちゃわちゃにもねやっぱ注目どころじゃないかなって思う、うん、あフリーってね、あのね基本的にね、あそう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 、いやあの何も考えてない、そのままの行き当たりばったりです、すべてすべて何もね、あの なんか準備とか何もしない、もう行き当たりばったりでわちゃわちゃしてるだけなんであれそう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 、いや何でもいいのよ、もはや何でももはや何でもいいんですよ、だから全然余裕ですよ。そうな、何も決めてない何も決めてない何も決めないです、基本的に。常になんかその場で、それこそあの唇に Be My Baby の感想とかもその場のノリでなんか適当に、なんだろう、その時の気分でやってます。自由です、自由、何でもいいので自由って感じでやってます自由です。なんでふざけまくってます、めっちゃ。うち前こうやって一回だけやってずっとこうやって立ってたからね、あとは踊れよって感じなんだけど、そうでもっていう感じでも全然 OK、 何でも OK です。そう前なんかハイシックスセブンエワンツーってずっとやってた、そうっていうのしたりとか、結構何でも自由ですね。そんな感じです。そう。が逆にめっちゃなんかこうやってやったりとか、もう何でもありなの、何でも自由自由。だからそういうところもぜひね楽しんで見ていただけたら、今日はお。何やってるんだなとかいいと思う。どう？楽しみ増えた？楽しみ増えたかな。ぜひ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 。ああ、ビーマビーマイ振り付けが可愛い、確かに。わーわーとか可愛いもんね。大好き。可愛いよね、確かに。かわいい、ずっとぴょんぴょんしてるけどね、結構しんどいけどねそう跳ねながら歌うのってしんどいけど、でもねかわいいよね、振りはわかる。そうなの柱で見えなかった、マジか、それはちょっとピエンですね。
ついつい振り回しちゃう。いいじゃん。とか踊れそうじゃない普通に。だってこれだもんね、振り。踊れそう普通に。ね、ずっとこっちだしね、四季振ってるだけだから。だって全部フリーだし。そう。の決まりはあるけど、基本フリーだからね。読みがえるよーとかもそうだけど、この辺は決まってるけど、Aメロ、Bメロとかもフリーだし、ずっとフリーだから、みんなも踊れるんじゃない？うん。ぜひ。ぜひぜひ。あ、そうだ、みんなにね、私がメールでさ、ストーリーで、ね、ちょっと急にオタクに戻るんだがさ、申し訳ねえ。じゃん、ガチャガチャやってきたの。今日仕事で、そう、今日朝から仕事で、で、帰りになんかショッピングモールみたいな、なんて言うんだろう、ちょっと大きい、そう、いろんなの入った施設ってあるじゃないですか。なんて言うんだろう、なんか、こっちでイオンみたいな、なんののがあって、で、なんかちょっと日用品で欲しいのがあって、でちょっとあるかなと思って行ったんですよ。それでガチャガチャコーナーがあって、で私このガチャガチャめっちゃしたかったの。このガチャガチャをね、実は知ってて、でこれおきくちゃんあんの、これおきくちゃんで、おきくちゃんあるじゃんと思って、で他にはね、あとね、バギーとシャンクス、ルフィ、おきくちゃん、白ひげとかかな、だったっけな、ぐらいあって、で和の国な感じだったのかな、ちょっとわかんない。でこうキクちゃんがあるって珍しいじゃん。でさ、えーってなって、でしかも誰当たってもいいやと思って、一回500円だったの。でうちこれ伝えたかったから、見てちゃんとね、あ、やべ、ちょっと待って、もうこれじゃめっちゃ緩いの、すぐ壊れちゃう。これ悪魔の実になってんの、このガチャガチャのケースが。でこれ500円なんだけどね、ちっちゃいでしょ。もうこれだけでさ、こうやってフィギュアとしてこうやって飾れんの。だし、なんかこの悪魔の実は、この上の丸いのとか取って、これで重ねて飾ることもできるみたいな。で、一回500円なの、ガチャガチャ。で、高いんだけど、でもね、クオリティ結構高くて、これはマルコ、不死鳥のマルコ。結構ね、いいよ。そう。クオリティ高くない ?500 円ガチャガチャにしては。そう。でね、で、もう一個横にレッドのやつがあったの。でもなんか見る感じにどう見ても私はこっちが欲しかったの、やっぱり。そうで、うわっと思ってパッて見たら、あとちょびっとしかなくて、ほんと多分あと4個ぐらいかな、4、5個かな、あってもほんとちょっとしかなくて、やっぱ人気なんやと思って、うわっ、ここまで仕事できたし、絶対もう仕事で来る、でも仕事以外で絶対来ることないやろうしと思って、パッてお財布見たら2000円しかなかった。2000円しかないじゃんと思って、無理だ無理だと思って、本当はね2回ぐらい引きたいなとか思ったんだけど、そう、帰りの交通費なくなるわと思って、1回で我慢したの、1回で我慢したの、シダマルコが当たったよね、じゃん。でもいいの、今の国のマルコマジかっこいいから。いや、マルコはねずっとかっこいいんですけど、なんか和の国なんかさ、久しく見てなかったのよ、まあ、マルコのことぶっちゃけね。で和の国でマルコが来てさ、めっちゃイケ散らかしとるんですよ、もうマルコさん、もうかっこよかっこよい。それでマルコさんが当たったんですけど、全然いいっすって言って、おきくちゃん当たんなかったけど、おきくちゃん当たんなかったけど、いいやと。でこれね、私の近くの、もう、 うちの近くでそもそもガチャガチャがあんまないんだけど、これ売ってるの初めて見たの。そう、これあるの知ってたんだけど、これめっちゃクオリティ高いし、しかもこれガチャガチャ悪魔の実ってやばくないってなって、そう、でそれでうおーってなって、これは飾れると思って、私のそのオタクスペースに、わーと思って、やったんだけど、クソ、正直が2000しかなかった。帰りの交通費はさすがに切れねえと思って、さすがにクレジットでガチャガチャはできないからさ現金じゃん。だからね、やったの、マルコが
かっこいいよね、ワナクリのまる子。そうだよいって言って、私が一番漫画で大好きなブリーチのね、主人公の黒崎一護と同じ声優さんですけど、めっちゃかっこいいのよね。そうでもね、私それショッピングセンター行ったんだけど、結局一番なんかね、その一番3つ目的があって、ぶっちゃけ1番と2番が一番日用品かって欲しかったんだけど、その2つがなくて、で結局なんか3つ目はどっちでもいいなって思ってた服だったんだが、とでガチャガチャはなんか追加おまけで、そうあれしたんだけど、この2つは買いましたけど、一番欲しかったやつなかったっていうそうピエンでしょ、最近服が欲しい欲しい欲がすごすぎてさ、でもさお金ないからずっと我慢してんの、買いたいなとかって思ってんだけど、ネットばっか見てんだけどさ、買えねえな、金ねえと思って、そう。それでね、あのね、プチプラをね買いに行ってきたの今日。そうカーディガンを買ったの、カーディガン羽織っていうのかな、これからのちょっとさ寒くなってきてるじゃん。そうだからさ、それでさなんか TikTok で見たの、 TikTok 最近すごいね、 TikTok で見たので、可愛いと思って、それでうわ欲しいなって思ってて、ちょうどねそのショッピングモールみたいなところ、あ自由なんだけどね、ほらこれ自由で買ったんだけど、ショッピングモールに自由があって、あるじゃんと思って、売ってんのかなと思って、でそれでなんか紹介してる人が着てたのは可愛くて、自分ちょっとなんか見てみようと思って、見てねカーディガン買った。なんかね明るい、あの白とかベージュは持ってんだけど、黒の意外にアウター全然持ってなくて、黒のアウター一番やっぱね、何かに黒のアウターが一番使うんですよ。だけど私一番黒のアウター持ってないので、カーディガン買ったの。見たい？いいよ見せてあげる。じゃーん、黒、本当にただの黒、真っ黒、このこれカーディガン、黒のカーディガン、これ結構ねしっかりしてんの、だからもう今着るとちょっと暑いかもしれない、これから寒くなった時に T シャツにクレハ羽織って、これ今日ねしかもうちデニム履いてたの、パンツ、それともめっちゃよく合ってね、とっても可愛い、こんな感じ、可愛くない、しかも丸首だからさ、ここ閉じてもさ襟出しても可愛いじゃん、で開けてても可愛いし、 M サイズと迷ったんだけど、 M だとねちょっと袖丈がね若干七肉輪そうだったんで、 L だとねちょっとこう隠れるので、 XL だと腕はめっちゃね、 XL だと腕はこんな感じになってめっちゃ可愛かったんだけど、着丈が長すぎてちょっとねなんかねずんぐりむくりになりそうだなと思ったから L サイズにした、ちょっと ゆったり、着丈的には M が一番良かったんだけど、でも袖のね丈がねやっぱ L が一番良かったってことで L にしたぜ。可愛いでしょ、なんかこれ着るとちょっと入院の人みたいになっちゃうけど可愛いでしょ、ふーた、これペチペチなの、ほらこんな感じ、これ開けて着るの、黒のカーディガン買った。お揃いにしていいよみんな、これレディースだけど、でもさ最近のメンズもさレディース着るじゃん、でさあのさあのメンズをレディーが着たりするじゃん、だからさ結局さ割とさあんまりないよね、だってさね結構だってねメンズがレディース履いてたりするじゃん、逆もあるしね、お揃いにしていいよみんな、これこれはね、ちなみに、ウォーメン2ウェイオーバーサイズカーディガン長袖っていう品番になります。XL あったよ、XL。XL とかだと全然着れそうだと思うよ。これはちなみに L サイズ。身長は159から166センチになってるね。これ買いました。みんな、お揃いにしていいよ。
これは買おうか迷ったんだけど買ったよね。ああ、本当に買ってしまった。もうやばい。服買わないとかって言ってたの。でも全然服買ってないから、ちょっとぐらい、まあ、これからの着物としていっぱい着よう、いっぱい着よう。靴してお値段以上、お値段以上になるしかないわ。そう、でもこれぐらいの長さだと一番いいと思うんだよな。半袖で上羽織ってみたいな。そう、いいと思う。しかも黒だから何でも合う、まあ、何でも合うのが一番いい。白と迷ったの、白とだけど黒にした。黒の方がこれから秋から先まで着れるじゃん。髪のお揃いにしていいよ、ゆりなとゆりなとっていうか、もうほぼほぼの人いっぱい着てると思うねんけど、お揃いっちにしていいよ。カーディガンうちも着ないうちも普段カーディガン全然着ないよ。だってカーディガン着るような服の系統じゃないもん。でもこれだったら普通にデニムに T シャツで、ちょっと寒くなったらこれカーディガンにしてもめっちゃ良きそう、良きそう。そう、他にはね、色はね、ホワイトと黒と、あとね、なんかね、何色って言うんだろうね、ピスタチオグリーンみたいな明るい緑とあとね、結構ねビビッドなね、ショッキング的なピンクだったかな気がする。うん、パーカーばっかりワンサーかる。あー、パーカーいいよね。うちもさ、ビッグパーカー欲しいんだよねなんかうちが持ってるパーカーって結構ピチッとしたパーカーなの、わかる？オーバーサイズじゃないの。なんかさ、オーバーパーカー可愛いと思う。うちがさ、結構長袖とかさ、ダボっとした長袖着るから、うちが今持ってるやつ着るとね、すごいもうピチピチキツキツみたいになっちゃうの。そう、だから結構大きめなオーバーな、こうゆとりのあるダボっとしたパーカーとか可愛い、可愛いと思う。うん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 。そう、持ってないけど私もそういうの大好き。パーカーはね、何でも合うじゃん。私服でもぶっちゃけ合うし、レッスン着でも合うからいいよね。そうそう、何でも合うのよ。グッジョブ。ああ、そうね、うん、リリース、メンズ着るのもあるね。スニーカー派ですからって。その季節による、そのシーズンによってマジでまちまち。今回、今年はスポサンばっかり履いてました。スポサンオアスニーカーばっか履いてた、白の。でもボロボロになったから、もう今シーズンでさよならだな。1個壊れたし、スポサン1個ね、オフホワイトのスポサン壊れたんですよそう、去年買ったやつ。あと白い靴もね、なんかね、素材がね、あれです、まあ安いやつだったからあれなんだけど、もうワンシーズンでシャラバーって感じ。そう、だから今回はスニーカーはスポさんばっかりだったね。なんかあれの全然履かなかったわ。サンダルとかは全然履かなかったのよ。なんかその時のこの自分のファッションのジャンルにもよるんですけど、うん、そうそう、やっぱりね、オールマイシーズンね、ゴツめの靴が私大好きだから、そう、ちょっとこうゴツめの靴っていうんですかね、なんか厚底っぽい、こうゴツってした靴
まあね、オールマイシーズン履くしずっと履いてるからね、割とね、そう履いてるかも。かスポさんでしたね今年はね。でも 2,3 年前はスポさんすらも、あスポさん持ってなくてスニーカーばっかり履いてたシーズンもあったし、逆にヒールサンダルとかのヒールある、こういうこうちょっと斜めってるようなね、こっちが高くてこういうヒールをばっかり履いたシーズンもあった。もうそのシーズンの自分のあれにもよるかも、ファッションとか何合わせるかの感じ。やっぱね厚底とかスポさんはね楽なんですよ、歩くのが。東京めっちゃ歩くじゃないですか、もう家から駅まで歩くし、駅から仕事場までも歩くし、そうだからめっちゃ歩くので、やっぱヒール履くとさ長時間歩けないの、辛く疲れちゃって足が。なんかスポさんとかってやっぱさこう平面じゃん、厚底だから平行だからすごく歩きやすいし、スニーカーも私ね、スニーカーぺったんこのスニーカーは足すぐ痛めちゃうから、厚底っぽい厚底のちょっとこうゴテッとしたようなあのフィラのスニーカーとか、なんか例えばそうなんかああいう感じちょっと厚っぽいスニーカーだとすっごい楽で、そうずっと履いてる。そう、もう足がね本当に痛くて、そうなんかあんま高いヒールをね履いて歩かないですね、やっぱ長距離歩くんで。うん、やっぱね。であとね、やっぱちょっとゴテッとしたスニーカーが何年か前から流行ったじゃないですか。だからそれでねすごい可愛いって思うし、なんかあえてカジュアルダウンでスニーカー選んだりとかするのも可愛いなと思って。昔はね絶対なんか可愛いのだともうゴテゴテに確実になんかヒールのあるサンダルとか選んでたんですけど、ちょっとやっぱ大人になったんで、あえてのスニーカーでちょっとカジュアルダウンさせたりとか、なんかそういう感じのにもハマったから、そうなんかね、そのシーズンっていうかその時期の自分のなんだろうね、あれがいろいろ相まってみたいな感じが結構ありますね。うん、そう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 、エアマックス楽だよって。わかる、めっちゃ楽、わかるわ。エアマックスばっか履いてた時期あったもん、超楽。あれいいよね、歩きやすい本当に。しかも可愛いやんね、最高だよね。メンバーもスニーカーめっちゃ履いてるメンバー超多いかも。そう、よし、じゃあそんなわけでちょっと1時間配信したんで終了にしたいと思います。はい、じゃあランキング読みたいと思います。13よっちさん、12コシヒカリさん、11しんどさん、10ゼリーさん、9よこうしさん、8ヤングさん、7位おかやんさん、6位サーモスさん、劇場で生誕お祝いできてよかった、だってありがとう、こちらこそ嬉しいでございます。5位ナッティさん、4位近いシーさん、3位マックセイドさん、2位カズさん、そして今日の第1位はわたあめさんです。イエーイ、パチ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 。わたあめって聞くともうチョッパーしか出てこないんだけど、わたあめ大好き、トニートニーチョッパーくん夏ですね、わたあめって。うん、ちっちゃい頃はあの屋台で綿飴買ってました。なんか綿飴買うっていうか綿飴が入ってる袋って、あれキャラじゃないですか。例えばプリキュアとか仮面ライダーとかキティちゃんとかさ、ピカチュウとか、なんかあのデザインに惹かれて買ってもらってたなっていうのはめちゃくちゃ懐かしい思い出です。はいってなわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。はい、明日ね、いつ配信しようかね。昼前とかにしちゃおっかなって思っております。なんでちょっとわかんない、
明日の、まあ、配信時間はまた755でいます。じゃん、今日も見ていただき本当にありがとうございました。明日は15分ぐらいかなっていうふうに思ってます。それじゃあまたね、バイバーイ。